チャンネル大関始まるよ。皆さんこんにちは、プロボウラーの大関貴之です。新年明けましておめでとうございます。はい、今年も元気にボールレビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。2023年第1弾のボールレビューはバーチャルグラビティプロX となります。久しぶり、数年ぶりですね。シェイプロック HD コア、はい、レイアウトは4と2分の 1×4×2 となっております。はい、投球コンディションです。今回は気流スターレーンの、コンディションメンテ直後で、投球しております。それでは早速投球動画の方を見ていただきたいと思います。今回のバーチャルグラビティプロ X、カバーストックが R2S プロとなっております。はい、コアはおなじみシェイプロック HD コア、はい、一世風靡した、バーチャルシリーズなんですけれども、前回は多分グラビティエボルブ以来ですので、もう本当、2、3年ぶりの登場という形になりますかね。はい、待ちに待ったバーチャルの新作が、新カバーですね。新カバーの R2S プロパールで、登場しております。投球してみた感想なんですけれども、バーチャルらしいキレ感は感じることが、できますね。はい、やはりキレ感を感じやすいコアなのかなというふうに感じています。ただですね、やはり、プロ素材、フィラ素材ですかね、を使用していることで手前の安定感も非常に感じることができますので、メリハリを必要以上に感じすぎない、はい、先で動くんですけど暴れないっていうような動きになっているように感じました。はい、バーチャル懐かしいなと思われる方もいると思うので、欲しがる方もいると思いますが、ぜひともですね、この懐かしいキレ感を体験していただければいいかなと思います。はい、企画投球というところなんですけれども、今回はですね、ちょっと比較するボールも思い当たらなかったので、以前バーチャルシリーズが一世風靡していた頃、僕のボーリングって外に向けて投げてかますっていうようなボーリングだったわけですね。はい、で久々に今回のバーチャルをそういう感じのイメージで投げてみたらどうなるかと、外までボールを振って、はい、できるだけレーンの幅を使って投げてみようというところをやってみたいと思います。はい、それでは久しぶりに外までボールを出して戻してみます。はい、やはりここまでね、外に向けるとボールがキュッっていう風に動きますね。この感じがね、昔はすごく好きだったんですよね。今となってはですね、このボーリングしてたらちょっとスコアまとまらないなというように感じました。はい、というのもですね、これ何回もリテイクしてるんですね。はい、動画編集してるのでストライクばっかり出してますけれども、はい、何回も薄め厚め繰り返してようやくここにたどり着いたという、結構、撮影苦労しました。ちょっとね、今のボールに合わないライン取りかなと思いますので、あんまりやらないと思いますけど、はい、ぜひともですね、これも一つの参考にしていただければいいんじゃないのかなと思います。久しぶりのね、バーチャルシリーズの登場ということで、久しぶりなんですけれども、ボール進化してるんだなって感じるところが随所にありました。手前の感じですね、 R2S って聞いた時点で手前滑っちゃうのかなと思ったんですけど、プロ素材が入ったことで手前がすごく安定するんですよね。はい、なので、ピーク時のね、バーチャルの特徴である先のキレっていうのはおそらくそこまで感じはしないのかなと思うんですけれども、はい、安定感がね、増しているバーチャルということで、今作も非常に個人的にお勧めできるんじゃないのかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。バーチャルグラビティプロ X の投球動画を見ていただきました。
ですね、思ったよりも手前しっかり転がってくれるなっていう感覚だったんですけれども、はい、それでもですね、やはり、先の切れるボールが欲しい方とか、あとはまあやはりスピードのちょっと不足している女性の方とかですね、そういう方でも安心して使っていただけるボールなんじゃないのかなと思っております。ピンアクションも非常にいいです。ものすごくいいなと感じましたので、はい、ぜひとも皆さんですね、機会がありましたら使っていただければいいんじゃないのかなと思っております。それでは今回のレビューは以上で終了となります。皆様ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。